はい、こんにちは、僕です。素晴らしきこの世界、続きをやっていきましょう。待って、携帯がなんかアイコンがついてるな。何かな、バッジ。あー、なるほどしばらくやってなかったんで、ゲームをプレイしていなかった時間分 BP をゲットすることができます。レベルカウントしてるのかな、これ全部多分ね。ログインした時にもらえるんじゃないんだ、この BP は。いちいちここで確認しないといけないんですね。まあいや、やってこう。なんだっけ、スタッフを探すっていう内容でしたよね。どこに行けばいいんだ、この人は。この道を通りたければ、今から出すノイズを倒せ。この先に壁があるのね。昨日と同じようにすればいいんだな。ねえねえ、あのバッジ使ってみてよ。どのバッジ？ああ、昨日羽駒さんがくれたやつか。真っ白のバッジ？よし、ヘッドフォンの成長と努力と、お前たちの仲直りを祝して、少しだけだが、情報といいものをやる。忘れちまわないように、記憶に刻み込めよ。ちょ、名前。ヘッドフォンで定着かよ。あの俺。ヘッドフォンじゃなくてネクです。お？おう、そうか、悪い悪い、ネクな。覚えた、もう覚えた。本当かよ。ほら、聞きたいこと教えてやるぞ。言える範囲でだけどな。あ、ここで確認するんだ。じゃあ上から行こうか。死神のゲーム。死神のゲームは、毎日1ミッション7日分をクリアするゲームだ。やっぱりクリアしないと、消えちゃうんですよね。正確に言うと、誰もクリアできなかったらだな。え？お前たち以外にも参加者はいる。他の参加者がクリアすれば全員クリアしたことになる。それじゃあ私たちがクリアしなくても平気なんだ。で、全員そう考えてミッションを無視したら、消える時はみんな一緒ってことか。それにミッションごとに死神が参加者を採点してる。採点？どういうことだ？当然だが、ミッションをクリアすれば点が入る。点って何かに関係あるんですか？7日目になればわかる。悪いことは言わねえ。ミッションはクリアしろ。おーい。はい、じゃあ次。死神。死神って何なんですか？奴らの主な役割は、ゲームの運営と参加者の試験官。まあ簡単に言うと、さっきの姉ちゃんみてえに、参加者を妨害するっていうことなんだけどな。さっきの感じ悪い女の人ね。奴らってことは、死神は何人かいるのか。お、勘がいいな、ヘッドフォン。名前。今まで見てきただろうが、壁の近くにいる赤い服の連中も死神だ。やっぱりそうだったか。え、あの人も死神だったの？でも、あの人は襲ってこなかったよね。死神って言っても完全に同じじゃない。戦闘部隊と補助部隊に分かれてる。壁のところにいるのは補助部隊だからな。向こうから襲ってくることはない。壁を解除するノルマを出してくるだけだ。じゃあ戦うことはないんだ。逆に言うと、戦闘部隊の奴らは参加者を襲うのが仕事だ。仕事以前に自分が仕掛けたノイズで、参加者を消してポイントを稼がないと、自分たちが消えちまうってわけだ。自分たちが消えるために参加者を消すってことか。自分たちが生きるためにね。何かをするには何かが犠牲になるってことだな。じゃあ、羽駒のこと。羽駒さんって何者なんですか？俺のことか。仕方ねえな。ちょっとだけ教えてやるよ。名前は羽駒さなえ。3月4日生まれ、魚座の A 型。職業はダンディーなカフェのマスターだ。いや、そういうことじゃなくて。趣味はギャンブル。好きな言葉は棚からぼた餅。好きな食べ物は納豆。いや、だから、3サイズが上から行きたくないです。カフェのマスターなんですか？さっきはゲームの監視者って。カフェは趣味みたいなもんだな。ダンディーな感じがするだろう。はい、かっこいいです。そうか。機会があったらカフェに遊びに来い。うまいコーヒー飲ませてやるぞ。有料でな。誘っといて金取るのかよ。なんじゃ、最後渋谷のこと。ここって渋谷ですよね。
ああでもここはお前らがいた渋谷じゃねえ、 UG っていうもう一つの渋谷なんだ。アンダーグラウンドね。 UG アンダーグラウンドだから UG、 死神のゲームのための渋谷だ。なんだよそれ、信じられるかよ。お前らが元いた渋谷は RG リアルグラウンドだ。じゃあここって異世界ってこと？とも違うな。 RG と UG は同一空間なんだ。お前らが見てる渋谷は RG の実際の渋谷だ。そしてアンダーグラウンドの渋谷を統括しているのがコンポーザーだ。コンポーザー？コンポーザーがこの渋谷を管理しているんだ。渋谷を管理？管理ってどういうことだ？コンポーザーについての情報はこれ以上話せねえ。秘密事項ってやつでな。もう何も聞くことはない。コンポーザーね。なんだっけ、羽駒さんは何なんだっけ、監視者。そしてほらこれがいいもの、うん、仲直り記念バッジだ。何ですかこのバッジ、何も書いてないけど。どんなサイキックが使えるんですか？このバッジは他のバッジと違って一人で使うもんじゃねえんだ。ノイズと戦っている時に二人でシンクロして使うバッジだ。あ、これで合体スキルが使える。ヘッドフォンとジョーちゃんのシンクロ率が高ければ高いほど強いサイキックが出せる特別なバッジだ。ヘッドフォン、お前は他のやつに比べて使えるサイキックにかなり幅があるみたいだ。もしかしたらこのバッジを使いこなせるかもしれねえ。そうだよ、ネクってサイキックの才能があるんだよ。私が使えないバッジたくさん使えるし。俺の才能、ほら大事にしろよ。使いこなせるように頑張ろうね、ネク。でもこのバッジ俺一人じゃ使えないんだろ。こいつとシンクロ、無理な話だ。いくら強力なバッジでも使えなければ持ってる意味がない。まあいくらヘッドフォンにサイキックの才能があってもこのバッジは使いこなせないかもな。相当センスがないと使えないバッジだからな。ありがたく使わせてもらいます。それと俺ヘッドフォンじゃなくてネクですから。おそうだった、悪いネクな。覚えたぜヘッドホン覚えたぜヘッドホン。うん、式をゲット。式専用、一人でプレイモード。敵をタップすると式が現れノイズを攻撃する。連続攻撃で攻撃力アップ、うん、必殺技プラス式の必殺技の最大レベルがアップする。なるほど、まあ、ステッカーね。それにしても羽駒さんって面白い人だったよね。結局名前は覚えてくれなかったな。すごいバッジもくれたし、いい人だよね。話してて楽しかったし。まあ確かにあの人と話をすると自然と引き込まれる感じだったな。よくわからないけどあの人とはまた話がしたいな、うん、このバッジ、ネクバッジを使ってみようよ。こいつとシンクロか、無理な話だ。どうしたの？あ、もしかしてバッジの使い方を忘れちゃったんでしょ。もうしょうがないな。確かまず私がネクに合わせるんだよね。それが一番問題なんだよ。で、いい感じになったらそのバッジが使えるようになってるからネクがバッジを使えばいいんだよね。全く説明になってないぞ。よし、じゃあ本番行ってみる。うん、行ってみよう。多分ねシンクロ率が上がったらバッジをタップすればいいんじゃないかな。よーし、私頑張っちゃうね行くぞ。パートナーの攻撃やシンクロコンボの発動、ショップアイテムなどを使うことでパートナーとのシンクロ率がアップします。シンクロ率が 100% を超えると必殺技バッジ、これね、これを使うと敵全体にダメージを与え、さらにネクの HP も回復。なるほど、ちゃんとね説明読んでいこう。あ、必殺技を発動すると様々な必殺技カードをプレイできます。式の必殺技では投資カードをプレイします。素早くカードを覚えて出題されたマークと同じマークのカードをタップしましょう。正解するほど攻撃力とドロップ率ボーナスが上がり、必殺技でとどめを刺した敵からいいものをもらえます。ミニゲーム的な感じですよねこれね。溜まってるよ、シンクロ率 100% だ。早速やっていきましょう。え、わかんないよ。合ってる。え、もう一個あんの？
これとこれ、こっちか、違う、こっちか、これとダメだ、いつも言ってた、これと、あーダメだった、時間制限がそりゃあるよな。合体スキルね、倒しきれない。オッケー、うん、これシンクロ技で、シンクロ技でとどめを刺したかったな。どう、バッジの使い方もう覚えた？もう一度練習しておく？いやもう十分オッケーだわ。二人で協力してこれからどんどん使っていこうね。全然乗り気じゃない。条件達成を確認した。この壁を解放する。下に行けるようになった。あれ上には行けないんだっけ、どうなんだっけ。あ、こっちは行けないのかな。無言だな、あの人、あの赤パーカー。道玄坂ね、道玄坂、こっちには行けません。あ、待って、豚さんがいるな、ここな。多分ね、左上にいたと思うんだよな、ここな。あー、いたいた、この下にいました。倒せるかな。ピグノイズだ、ピグノイズ、これ名前思い出したわ。豚のノイズでピグノイズね。オッケー、倒せました。あ、もうシンクロ溜まってるから使えますね、シンクロ技。なんで？オッケー、ビッグノイズ倒しました。着々とね、倒していってますよ。ペナント募集中、道玄坂。ここは岩田コズミック商店。何屋さんなんだ？怪しげな店だな。お客さん？あのさ、見るのは勝手だけど、売らないからね。今店に並んでるのお気に入りだから、欲しいって言われても売らないから。何なんですか、じゃあ並べるなよ。ネク、ちょっとだけ見ていこうよ。買えないけど。何、ヒューズ、あ、ヒューズが売ってるじゃん。ヒューズ売らないよ。でそれ特注品なんだよね。いわゆるマニアには黙らない一品。事情があるなら売ってあげてもいいけど、君らには必要なさそうだね。うん、ヒューズ、北天のど飴、のど飴売らないよ。それ普通の店じゃ買えないんだよね。いわゆるレア物ってやつ。初めて来たくせにこれ売ってなんて、ずうずうしいよね君たち。まあでも事情があるなら売ってあげてもいいけど。事情が出てくるんですか、必要になる。売らないよ。平成ベイビーってやつでしょ、この昭和の香り。君たちには分かりっこないよ。難癖つけられているような、恋は突然。売らないよ。困るんだよね。商品名だけで勘違いして売ってくれっていう人が多くてさ。どうせ君たちも、これで私もフォーリンラベとか思ったりしちゃったんでしょ。若いな。っていうか君たち付き合ってんでしょ。え、違うの、若いな。何もなかった、何も売ってくれないね。全く売る気はないみたいだな。売らないよ、出よう。何のお店、顔も見せずにね。じゃあここね、ラーメン。あー、めんどくさ、ライブなんて中止だ、中止。なんで俺が一スタッフなわけ。いたね。え、スタッフってネック、まさか。多分この人がそうなんだろうな。こんなところでサボってたのか。それにしてもこの店、昼時なのに客が入っていないぞ、大丈夫なのか。どっちかって言ったら俺ってステージ立つ側の人間なわけ。はあ、裏方なんかやってらんねえ。まあまあまあ、未来を作るのはあんた自身なんだ。ラーメン美味しいのかな。これでも食って元気出しな。って、あれ？いない？やっぱり今時のラーメンじゃなきゃ若い人は食べないのか。ラーメン屋に来てラーメン食べないの？ネク、スタッフの人外に出てっちゃった。何、クソ、何が何でもエーイーストに連れてくぞ。どこに行った？はい、いらっしゃい。あー、ラーメン食べていきますか。ラーメンってどんな効果があるんだっけ。これは醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメン、豚骨か。豚骨が食べたいな。どうやって食べるの？あ、これでいいのか。この商品購入。
ショップ店員との関係がレベルアップ。ショップ店員と仲良くなった。うん、ちょっとした会話によって解放できるアビリティの数が2個になったようだ。なにそんなことがあんの？そんなのいくつも食べれないよね。まあ、ここにね、FSG っていうのが多分フレンドシップなんちゃらだと思う。友好関係ね。毎度どうも。フードアイテムを食べると、ネクたちはシンクロ率やステータスがアップするぞ。フードアイテムは、アイテムメニューで食べさせることができる。またフードにはそれぞれ消化メモリーが設定されている。フードを食べた状態でバトルするとメモリーを消化して完全に消化すれば、攻撃力や防御力といったステータスがアップするぞ。また、フードを1メモリー消化するたびに、消費メモリーの最大値も1メモリーずつ減っていくので、フードの食べ方に注意しよう。最大値も減っていく？リアルタイムで1日経てば、再び消化メモリーの最大値は24メモリ分に回復するぞ。詳しくはアイテムメニュー。なるほど。なるべくじゃあ食べていった方がいいかな。あーなんかもう何もしたくない。もうどうでもいいや。なんだか負のオーラが出てるって感じだね。このままじゃエイーストに戻ってくれそうにないね。あいつには何が何でもエイーストに戻ってもらわないと。あの人あんなに落ち込んで何か悩んでるのかな。うん、調べてみましょうか。あ、見えない。話を直接聞いてみる。あ、ノイズがいるね、やっぱりね。おい、あの人の周りにノイズが見えるぞ。本当だ、あの人まるでノイズに取り憑かれてるみたい。はあ、だるいな。なんだか具合も悪くなってきたみたいだ。うん、ノイズの影響。あの人に取り付いたノイズを倒しましょう。動きが早い。あれ待って、余計なものがついてきた。違う、こいつじゃねえんだ。お前じゃねえんだわ。違う、ちゃんとエイムしないとこれ。違う、そこじゃないんだよ。 OK、 いけました。何が出てくるかな。ボス戦ではないよね。届かねえんだろ。あのでっかいやつ先に倒したい。オッケーオッケー、倒した倒した。くっそ、やってくれんじゃねえか。オッケー、倒したぞ。結構ダメージ受けるな。体力って回復してる？戦闘が始まるたびに体力って回復してんのかな。うん、ディフェンスプラスをゲット。赤のノイズシンボルをゲット。スキャンフィールドに漂う赤色のノイズシンボルは、別名雑魚ノイズシンボルと呼ばれ、スキャン中にだけその自然体を見ることができる。黄色のノイズシンボルは、ネガティブノイズシンボル、ネガティブ状態にさせられる。あれ？俺ここで何してたんだっけ？で、もうこんな時間？まずい。早くエイーストに戻らないと。はあ、帰ってくれた。よかった。これでエイーストに行ってくれるね。あいつが戻れば電気がつくな。それにしても、急に元気になっちゃったよね。やっぱりノイズを倒したからか。ノイズは人に取り付いて悪影響を出すのか。でも前に見た時は、ノイズは人を襲ってたよね。で、襲われた人は消えちゃったよね。死神と同じように、ノイズにも種類があるのか。それとも、よくわかんないけど、きっと体には良くないよ。もしノイズがついている人を見かけたら、今みたいに払ってあげましょう。たく、この人よし、本当に天然だな。さ、早くエイーストに行こう。きっとスタッフの人も帰っている頃よ。一旦解決かな。あ、じゃあね、今回は一旦ね、この辺で終わりにしたいと思います。またね、続きは次回やっていきたいと思いますので、またご覧いただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。